はい、時は大逆高等月間、皆さん、こんにちは、サバヤンゲームズでさーしゃーとこで、昨日はお休みだったサバヤンゲームズ等のモコでございますが、本日もマリオカートに出るやつ、ここ元気よくやっていきたいと思います。スタートってことで、まあ、昨日全くマリオカートやっていなかったんですけども、はい、まあ、約1日ぶりって使ってるか俺どこかわかんないんだけど、1日ぶりマリオカート、やっていきます。はい、てことで最近ですね、まあ、皆さん見てわかる通りサワヤンゲームズ何かと、まあ、いろんな、ところで、まあ、プチ萌えを、しております。はいはい、まあね、あの昨日はですね木工先生、クイズ、はい、をや、木工先生のチャンネルで動画上がったと思うんですけども、もう全然答えられずね、非常に、恥ずかしい、集大を晒してしまったということで、まあもう怒ってしまったとしょうがないんだよね。はい、だからもうその後に何をできるかっていうことを、まあ、今後考えていかなきゃならないということで、まあ、ちょっとね本日あのまあそれ置いちゃうんだね。本日22時よりちょっと生配信するんですけども、どういった生配信か皆さんぜひ、お楽しみにしておいてください。はい、まあね、最近まあそのいうねクイズも含めていろんな、逆境に、ね立ち向かってる、サワヤンゲームズなんですけども、まあね、実はなんだけども、これこんなこと言うとなんかまあちょっとね、何度お前強がってんじゃねって言われるかもしれないけど、サワヤンゲームズで逆境があるとねどんどん強くなるんですよ。はい、あの厳しい局面に立たされば立たされるほど、力を発揮していく、そういう習性がございます。なんで最近マジで人生が楽しくなってきた、ようやく来たが逆境と、ようやく課題が見えた、ようやく、頑張らなければいけない時代が来たと、そういうメンタリティで現在マリオカートをプレイしている次第でございます。さあそろそろ入れたいんだけどね。入れる。はい、これ3段回避で勝ち、3段回避で勝ち、どうよ、いけ、あと突っ込む、あいつ待て、あいつ1早い、1早い勝ちで、1早すぎ、1早すぎ問題だけど悪くない。サンダーが打った1だったね。はい、てことで、サワヤンゲームズ視聴者、そしてもう高先生の視聴者、皆さん、見といてください。逆境を乗り越えた先に真なる新しいサワヤンゲームズの姿がそこにあります。まあなんか言葉を選んでかっこいいこと言ったけど、まあ、結論、男は失敗して、何かをしくじってそこで終わりじゃねえんだよ。ここそこで、まあ、俺が、スタート、俺が言うことじゃないかもしれないけど、まあ、実際俺は失敗してるわけよ。いろいろとね、いろいろと失敗してるよ、まあ、認める、全然思った通りにはなってない、思った通りにはなってないけど、じゃあそこで何を学ぶかなんだよね。そこでじゃあ負けて終わりなの、そこでひねくれて終わりの、違うでしょ。テスト勉強、悪い点数取ったら次はいい点数を取るために頑張る、それが普通だろ。違うかみんな。テストができなかった、ああしょうがない、終わり、違うでしょ。失敗したらその後に復習をして、まあ、本来ならねテスト受ける前にちゃんと勉強しておけばよかったって話なんだけど、まあしょうがない、もうやってしまったと、起きてしまったとしょうがない。じゃあその後に何ができるか、その現実をどう受け止めるか、それで大きく未来は変わってくる。そういったことを俺自身は分かってる。今まで幾度となく失敗してきたからね、幾度となく失敗してきたから俺はそういうぐらいは分かってる。スター出るよね、出ない、なるほど、ならばプラン B、 プラン B でいきます。そんなとこで爆弾爆発したら無理なんで、はい、スター引いて全部作戦通り、これもうちょっとしたら、もうちょっとしたらサンダー振る、ちょっと早めに使ってもいいけどね、ちょっと早めに使っとくか、ワンチャン6位で割って、さあどう、これ振らない、結構離れてるけどね。おー、ナイス、消えてくれた、ありがとうございます。赤を消してもろうて、さあトゲも行って飛び越えて、いいよ、いい、なんか、なになになに、その停止やめよう、変なわけわかん、停止やめよう、キノコ使ってもこれでいくよ、これでいくよ俺は。アクセル踏めねえよお前、ダイパーしてたらなあ。いやもうここで振るんだね、はい、もうあいつさ、あいつの勝ちじゃん、あいつの勝ちだわ、余裕で、余裕であいつの勝ち、余裕であいつの勝ちです。これちょっとこうダッシュ場乗りたくないんだよね、ブレーキ踏んで、あの逆、あの最低、ただ俺ここでもう終わるところを一気に突っ込むからね、一気に突っ込んでこい、耐えー、次。まあラウンジもさ、なんかやめちゃったけどさ、まあまたいつか強くなって戻ってこようと思ってるよ正直。うん、
まあ、ここで初めて言ってるけど、英語校。いつかまだね、スタート、もう少し強くなってね、なんかそういういざこざに巻き込まれないような実力を身につけたら、またやり始めてもいいのかなと思って、まあ、それまでには、まあ、しかるべきことをやる、プライベートで、まあ、時間を見つけて極力やっていく、まあ、真の強者は全て全力でやるっていうのをね、まあ、俺の人生のモットーでもあるから、俺の、なんだろう、座右の銘でもあるから、真の強者すべて全力でやる、一切妥協は許されない、そんなことを、まあ、念頭にこれからも頑張っていきますよ。まあ、見ておいてください。サワヤンのサワはスイッチ入った時マジ狂気じみるほどの、集中力とそうなんだろうやる気に満ち溢れるから本当にね、多分みんなの想像をはるかに超えてくると思うよ、想像をはるかに超えてくると思うからマジで、全然期待してもらって構わないっていうか期待して損はないと思う。赤コラバックスな気をつけてこれ投げといて、そこ取れない、そこ取れないですか。これまずいね、これ非常にまずいね。よかった、引いてこなくて、引いてこなくてよかった、安心した、安心したのもつかの間かもしんない。バックス出しといて OK、 サンダー振らないかな、サンダー振らないかな、サンダ振らないから、振らないからサンダ、振らないからサンダ、ジャンプピングアクショニングパラダイスでサンダ振らないね。くっそ、まあいろんな意味でいろん、ちょ激すぎて、ちょ待って、激すぎる、激すぎてる、激すぎてる、いろんなこと言ってきたけど、第4レースでしょこれ。ここ1位取んないと話にならなくね。スタート。やっぱマリオカート8デラックスやってるんだったら目標、マリオカートのゲームにおける目標は1位を取ること以外、ダイをちょっと自分の方とこに導いていい、導いていいよねこれ、完全に導いていいよね、今のはあの大パンの準備して、間違いないよね、てかするべきだよね。これバックスできます。 OK、 ダブライ取れる、危ない危ない、オッケー、スター持てる、オッケーオッケー。そのメダル欲しかったな。このメダル、ちょっと欲しいな、ちょっと欲しいなっていう気持ちはあるんだよね。それ絶対投げてくるよね。このダブルオーバーしちゃう。結構離れてるな。1位がね、あれ、カースト勢なんだよね。それ取る。それ取ります。なるほど。アイテム行こうって。大丈夫だよ。全然こっから、あのカースト勢に俺一矢報いるから。一矢報います。危ない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 。俺追いつくよ。あいつ赤さんじゃやれよ、やれよ。ナイスナイス、オッケー。割れてない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 、近くにいる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 よ、いい位置にいる。俺も危ない、シングルかボム置いて、ジャンプアクションミスった、なんかすげえキロ入ったけど大丈夫、まだ完成、ジャンピングアクション、悪くない、ジャンピングアクション、ダブル取れる、ジャンピングアクション、まだある、ジャンピングアクション、キロダメだ、おい疲れ、早えな、クソったれ、マジであいつに絶対に勝つ、カンスト勢にカンストされる前に僕が勝ちます。NW チュンタと一緒にカンスト勢しわく、はい、てことでおまけの1レースまで来ましたね皆さん。ドラゴンロードでございます。サウヤンゲームズ東野もこ最近見始めたよって人結構いると思います。一つ言わせてください。僕の動画ですね、もう最後のレースまで、スタート、特に後半に行けば行くほど面白くなります。はい、そういった、構成で、極力意識して作っております動画なんで、つまりはここまで見に来てくれたあなた、これから素晴らしい展開が、待っております。はい、大体まあ出落ち系の動画で結構少ないんです。大体は後半に面白みを残しております。なんでここまで見に来てくれたあなたに、スペシャルな未来を、お見せします。よろしくお願いします。
さあアイテムが決まりません。誰ですか、ジャングルでマリオカートやってるのは。ジャングルでマリオカートしてるのどこのドイツだ。西岡澄子だよって知らないしみんな。西岡澄子知ってるやついる、ジャングルでマリオカートやってんのはどこのドイツだ。西岡澄子だよ。知ってるみんな、知らないでしょ絶対。これ西岡澄子知ってる人ちょっと気になるわ。何人ぐらいいるんだろう。何人ぐらい西岡澄子知ってるから、もうこれはもう打開に切り替えなんですよね。余裕で打開に切り替えて、もう7位で終わると大体パツくんなんだよね。大体パツくんだから、西岡澄子の話したせいでパツくん引いたっていうまでもある。俺行かないよ。俺は行かないからね。さあどうしようかね。これ逆なんだよね、逆なんだけど、行くしかないよね。行くしかなくて、サンダーはなくて、前が木野さん、木野さんだね。9位で終わりたい。絶対9位で終わり。ここら辺で使い始める。これで使い始めて一気に詰めます。うまい。ダブルも取れる。悪くないよ。サンダーが出ればダブルも取れる。サンダー全然売らねえじゃねえかよ。叱るべき時に振れや。サンダー持ってるやつどこのドイツだ。チョフオカスミが怒りました。ミュージッツクパツクで、この前子で、スタート一切打開をせずに前で勝ちます。見といてください。全員悪いでしょ、見とけ。不可能を可能にしてきた幾度となく、みんなに無理と言われて、その中でも、勝ち上がってきた俺は。見せます。はいはい。まずこっから違うから。これ本当は UMT でまで食べるべきなんだけど、ためずにでも、こういうちょっとした妥協した走りでも、勝てるんです。シングル取って、欠防御。なんかなんで消えた？なんで消えたか知らないけど、なんか消えたけど、そんなことどうでもいい。OK、ミンタもちゃんと待ってる。いやいやいや。頭んない。危なすぎ。いや、ジャンピングアッション入んない、そこ。ただ、1位です。で、メダル10枚。どうよ。ね、言ったでしょ。早めのパブロ。はい。だから、どんどんな、最近、わけわかんなくなってるね。減量中だからしょうがないか。全部減量のせい。はい、皆さん、僕の異常、僕の体に出る異常は全部減量のせいです。なんで、あまり、気にしないでください。全部減量が悪いです。はい、糖質不足です。糖質不足なんでしょうがないです。はい、糖質&減量、減量末期は人間は頭おかしくなりやすさ。ぐらい、いっちゃったね。ワンチャンクラ。ワンチャンクラ、来ないね。ジャンピングショー、いいね。あがほら早く、まだただ、オッケーオッケー、まだ防御あるよ。これ表メダルにしといて。おいほらほら、テルサ対策バッチリ。あー賢いね、サワちゃん賢い。サワちゃん賢い、かつこれでもうあれなのよ。もう3打もないから、あれちょっとダート噛んじゃったけど。ある。さっき振らんかった、またダブルって、欠防御。ジャンピングアクション、早い。インサして。いいよ。ジャンピングアクション、飛んじゃった。これはもうキープ。入んない。遅い、遅すぎる。後ろがやられて、ミーターも食べて、バス、よっしゃー、ねえ、言ったやろ。一応たりとも、誰も前行かせずに、一位を取っていく。前ありシーズじゃん。悪いし、どんだらよ、来い。ガンストもかかってこい。全てを跳ね返してやる。